ヘロカミンチチ。前回のあらすじ、コナンの犯人の策略によってとうとうこの針がついたシャンデリアが落ちて、なんともう一人犠牲者が出てきました。ちょっと待って、これ利用規約に反するんじゃないか。他の人に機会を超えるっていう利用規約に反するんじゃない。運営さん、ちょっと見よったんちゃうん、誰がこのシャンデリア落としたか。出ないのこれ、照明、あ、上に乗ったのはなんかハサミかなと思ったら、なんかニッパーでも上に乗っかったのかなと思ったら違ったな。照明の一部が割れている、ガラスが割れてるね。落ちた時に壊れちゃったのかな。それも気になるけど、照明の中に水が溜まってるね。本当だ、照明の破損、水が溜まっとるったって、うん、もう彼女と話すことはできない。なんか蘇生できる系のやつおらんの。蘇生できる系のやつをガチャで引いたやつおらんの。おらんか、さすがにそんなやつおるか。おるわけないか、お前。神殿、なんもないか。バルコニー、ちょっといろいろ話していこうか。ごめんね、さっきの事故がまだ脳裏にちらついてて。そうやな、17歳の女の子がさ、あんな目撃したらさ、ちょっと立ち直れんくらいトラウマになっても仕方ないよな。仕方ないよ、あんなひどいことを初めて経験しただろうし。でも目はアイドルだから、落ち込んだりする人を撃破しないと。ポジティブ。お前さっきまでの表情とえらい変わったぞ。お前元気づける人がこんな顔してたらダメダメダメよ、ダメダメ。メアちゃんは強いね、メアちゃんは強いね。やっぱりアイドルとして頑張ってるだけあるよ。えへへ、でしょ。みんながへこんでる時こそ私の出番なの。バンダーなアイドルなんだから笑顔じゃないとダメだよね。ちょっと無理してるような顔になってるな。けどちょっと無理してるって感じの顔にもなってるぞ。寝た方がいいぞ。俺が子守歌歌ってあげるから。くれはずむ町の光と影の中、一人でいる。あ、一人でいるわ。乙女さん、怪我は大丈夫ですか？大丈夫です。なんていうか、乙女さんのその、デカ乳を見たら、元気出ました。ええ、あの時は助かりました。そうじゃ。前回のパートナー、この、乙女さんのスキル、ジャンヌの力を使って、いつきさんの、いつきくんの足、全回復したよな。すごいよな。聖母神父や。本当にありがとうございます。いつきまで失わずに済みました。私も役に立てたでしょうか。いや、役に立てたところじゃなかったわ、お前。お前さ、役に立てたところじゃな、お前。救世主だったぞ。もちろんですよ。乙女さんがいれば何かあっても大丈夫ですね。そこまでじゃないですよ。あくまでジャンヌのおかげですから。でも、そう言ってもらえるのなら嬉しいな。はあ、いい人なんよな。ただおっぱいがでかいだけじゃなくてさ、いい人なんよな、この人は。PC ルームさ、パソコンになんかついとるとかそういうわけでもないよな。うん、じゃあ書斎行ってみよう。ちょっと内容が変わっとるからな、話しとる、話す人の。アン様、あんなことになってしまうなんて。さやちゃん、私たちやっぱり抜け出せないのかな。出口も見つからないし、ランキング発表前なのに亡くなる人までいるなんて。諦めてはダメですわ。そんなこと言わないでください。うん、姉さんらしくないよ。そうかな。でもちょっとさ、死人が出たっていうのはショックだったな。この二人が結構気丈なだけで、いや気丈などころかさ、おい、よくよく考えたらさ、
いつけくんのその笑顔はさ、逆に怪しいだろ、お前。ちょっとサイコパス感じるわ、お前、逆に、お前。ポジティブすぎて、お前、ちょっとサイコパス感じるぞ、お前。まさかさ、お前がさ、コナンの犯人だったりせんだろうな、お前。大丈夫か、お前。たとえみんなが諦めてしまっても、私は決して折れませんわ。だって、皆様が協力すれば、なんて思うんすか、さやちゃん。そのなんか和歌とかにできそうな言葉読めんからな。文集百人のかな、文集百人の知恵はあるはずですもの。アン様が言ってくれたように、絶対に生きてここから出ましょうね。みんなで協力すればか。姉さん、力を合わせるなんてできるのかな。アンさんが死んだ時点でもう決定的な亀裂が入っているようだけど。そうだな、みんなに協力をさ言い出した人が死んでしまったけんさ、次にそう言い出してしまった人が死んでしまうという流れになるかもしれんな。いつきの言いたいことはなんとなくわかる。決定的な亀裂の正体は参加者の中に紛れ込んでいる殺意なのだろう。あんちゃんの命を絶ったおぞましい殺意。誰がやったんだろうな。よいち、アング、あんなから自首になってな。うん、私助けられなかった。俺も姉さんだけで精一杯で。お前たちのせいじゃないだろ。でもどうも、あれ事故だったのか。絶対事件だろうが。あんなさ、これまで落ちる気配すら見せてなかったもんがさ、いきなり起きてきてさ、しかもタイミングよく落ちてきたけんさ、狙っとったとしか思えんぞ、俺は。あれは事故じゃない。誰かが私たちを殺そうとしたんだと思う。くそ、お前もそう思うか。お前も？ええ、照明の落下がどうも不自然な気がするんだ。でも、そんな殺意を持つ奴が、この中にいるなんて考えたくねえ。よいちくん、でもね、人間ってさ、一つ決意してしまったらさ、なんか何でもやってしまうもんなんよな、人間って。こんな殺人だって。でも確かにあれは変だったような気がする。わからんな。あれリオンさんおらんな。リオンさんどこ行ったんかな。見てないぞ、お前。クソガキ、お前。ねえ、アンを殺したのは誰だと思う？ユウトくん、あれを誰かが起こしたことだって確信してるの？まあね、だいたいあんな時がついた照明、狂気に使えていってるようなもんでしょう。悪趣味ではあるわな、確かに。あのなんかマリオに出てくるドスンみたいな感じのやつだよな。あの照明は運営の誘導だと思うんだけどな。そんな、人を殺させて何がしたいって言うの？さあ、僕は運営じゃないから知らない。これが定番のデスゲームのアニメとかだったらさ、この様子を一部始終視聴者に見せよるっていうこともあるよな。俺じゃないか。俺じゃないか。だとしたら俺じゃないか。動画にして視聴者に見せてるって俺じゃないか。リオンさんより、ユウトくんの方が考えが読めないことがある。リオンさんどこ行ったん。そのリオンさんは、リオンさんおらんな。てかみんなで話し込んでいったけんさ、あれなんか進展ないかな。あ、階段登れるんじゃ、こう。ここで階段登ったら上に、何してんの？何してんの？怖いわ。サイコパス感があるよ、この絵は、お前。わ、リオンさん？ハンマー持って、何するつもり？ああ、違う。これは、拾ったんだよ。いや、あるんは知っとうけどさ。その笑顔でそのハンマー持たれたらさ、怖い以外の何者でもないよな、お前。後ろからドーンってやる気満々の笑みを浮かべとったぞ、お前。
この階段の近くでですか？そう、キラキラしたガラスの粉がついてるよ。一体何なんだろうね。ガラスの粉？そういやさ、シャンデリアにもなんかガラス割れとるみたいな情報あったよな。それで勝ち終わったんか。覚えておこう。いい情報ですね。ありがとうございます。鎖がちぎれとんな。まるで力任せに引っ張られたみたい。力任せに引っ張るったって、鎖をちぎれるような人のおるかって話やな。みんなの話していったな。あいつこっから抜き出す持っていったんかね。あ、ちゃうな、犯人が持っていって、これでシャンデリア落として犯人があそこに捨てていった感じかな。それをあれか、リオンさんが拾った感じか。あれ、おかしいね、ハンマーがなくなってる。え、そうだっけ。神殿に閉じ込められた時に確かめたんだ。絶対さっきはハンマーが入ってたよ。てかさっき見ただろ、ついさっきリオンさんが持ってるの見ただろ。お前、誰かが持っていったのかな。これは何かの手がかりになるかも。てか持っとったやろ。あ、それリオンさん持ってたやつじゃないみたいな感じでちょっとハッてならんか。ついさっきの話なのに。ニブチンめ、お前らニブチンめ。ポリタンク乾いてるね。乾いてる。うん、それがそうだけど、それがどうした。このポリタンクはしばらく水は入ってなかったことがわかるよ。そうかそうか、確かに。でもだからな、どうした。イベント終了のお時間です。皆様、宝は手に入りましたか。最初ゲームの説明をした部屋にお戻りください。あ、いよいよ結果発表だね。移動から終了を選べるようになりました。どれどれ。あー、もうこのまま終了して部屋に戻るか、もうちょいみんなと話をするか。情報が足らんのだったら集めるってこともできるし、みんなと話しても別に一緒かな。終わりって言ったよ、乙女さん。聞こえてなかったの。終わりって言ったよ。集まらんと、みんなで集まらんと。終わるよみんな。始まった。学級裁判ではないけどさ。ええ、どうした。衝撃を受けた。ん、先ほどとは壁も何もかも変わっていたからだ。なんということでしょう。巨大なモニターが壁を占領し、8人分の席がある円卓が置かれている。なんということでしょう。劇的ビフォーアフター。そして円卓にはごく細い穴が8つ開いているようだった。さっきと全然違う部屋じゃない。リフォームにしては早すぎ。ふふふふふ、少し模様替えをしました。日にお気に召しましたか。さてさて皆様、大事イベントお疲れ様でした。目の前の穴に持っているお宝をお入れください。たきーん。JP の集計が済みました。ではドキドキの結果発表。最下位はなんと、なんとあの人。早くしてよ、演出なのに。ではランキング発表です。これで最下位の人が消されるってことか。1位から5位、5位、6位、41位。お前よかった。え、よいちくん、どうして。あんちゃんから全員 30JP は宝をもらっていたんじゃなかったの。悪いな、さや。あ、まさかあの時。ああ、さやは最下位じゃない。俺はそれだけで十分さ。よいちくん、どういうこと。さやにぶつかったふりをして俺の宝をさやのポケットに入れたんだ。それだけさ。嘘、
ヤイジ君、そこまでして。なるほどなるほど、そうですか。ではヤイジ様を少量対象にいたしましょう。あ、そういうことか。あ、6位3人がおったけんさ、この順位で最下位になるんじゃ。運営の無機質な声が響く。ヨイチ君が終了される。こんなにあさり終わるの。やめて、運営お願いだからって言いながらもさ、女性陣が消えずに済んでよかったなって思う俺がおるからな特に乙女さんが死なんでよかったって思うところがあるからな。ヨイチ様を終了で済ませられればよかったのですが。え、とてもおからしいお知らせがあるんです。なんとなんと逆違反が発生したんですよ。あ、シャンデリアの件やな。シャンデリア落としてアンさんを殺した、アンちゃんを殺した犯人の話か。は？明確にやってはいけないと書かれた項目は2つしかない。他人に危害を加えるな、人を殺すな。そう、殺人を犯した参加者がこの中にいるのです。アン様の件ですか。ええ、この施設はメンテナンスしたばかり。あんな事故など偶発的には起きません。照明の落下は恋の出来事です。規約違反が発生したらペナルティーとして JP がゼロになる。確かそういう話だったよね。じゃあ違反した人が最下位だよね。それって誰なの。規約違反をした方は通報会議を通じて皆様に探していただきます。やと思った。そうじゃないとようなゲーム性っていうのがないよな。そうじゃないと、それよ、そういうのを探すのがデスゲームだと思うよな。これでさ、誰誰ですって言うてさ、運営任せになってしまったらええってなるよ。なんか、まあそうなんだったらまあそれでいいんやけど、ってやっぱ運営もさ、そういうゲーム性を残しとるところがあるよな。どうしたん、視聴者にもう視聴者盛り上げてんのか。視聴者が増えると収益増えるのか。会議って私たちが。モニターには無機質な文字が並んでいる。運営の言う会議に関するルールのようだ。9. イベント内で規約違反があった場合、再開の終了前に通報会議を行うかどうか選択できます。通報会議では参加者全員で話し合い、規約違反者を選んでいただきます。選ばれた規約違反者は自動的に 0JP となり、終了されます。終了後、会議で選ばれた違反者が正解だったかどうかは運営が判定します。ああ。ってことはさ、この通報会議次第では、ほんまの犯人じゃない人が死ぬパターンももちろんあるんじゃ。あと、通報会議をやらないっていう選択肢もさ、やろうと思えばできるらしい。会議で選ばれた規約違反者が正解だった場合、全員に最低 20JP を配布します。不正解だった場合、全員から 5JP 没収します。ペナルティもあるんやな。ジュボアってなんだお前。お前それどこの言葉やねん。会議を行う方が得になりそうだね。あ、そう、ああ、そうか。それで誰かを落とし入れて、自分だけポイントを稼ぐってことができるよな。誰か殺して自分が犯人にならんかったら、みんなから5ポイントマイナスするから、自分が相対的に上に行けるみたいな。ああ、そういう意味で殺人を行う動機として使われてしまうんやな。間違えても 5JP 減るだけだもんね。あ、でもでも無実の人を死なせちゃう可能性もあるよね。さすが、今はまさしく無実のヨイチ様が殺されそうなのです。そんなのってやってみればいいじゃん。当たれば JP がもらえるんだからさ。姉さんはどう思う。私は真実を知りたい。アンちゃんを殺した人が誰か確かめたい。そうだな。あんないい子、あんな可愛い子がさ、いきなり殺されてしまったからな。謎なのまま、自分のことが何もわからないっていうか、名前しかわからないまま死んじゃったからな。
どうして彼女が殺されなくてはならなかったのか知りたいよ。レイカさん、では会議を行うということでよろしいですね。さあ始めてください。疑惑違反者を探して運営で突き出す通報会議を。来た、通報会議。通報会議。全員状況に頭が追いついていないのだろう。場は恐ろしく静かだった。時が止まったような沈黙を破ったのは、今回の落下事故じゃなくて事件を整理してみようか。レイカ姉さんが 200JP の秘宝を見つけた時、アンさんが宝を奪おうとしてきたよね。そして揉めている最中に照明が落ちてきたんだ。あの時ちょうど真下に姉さんがいた。だから俺はとっさに姉さんを突き飛ばした。あとはみんなの知っての通り、アンさんは助けられなかった。犯人の目的は秘宝を手に入れることだったのでしょうか。それもちょっと微妙なところなんよな。もしかしたらつけて手に入れているところを見たかもしれんけど、揉めている3人を見てとっさに照明を落として殺そうとしたとか。にしてはさ、落とすための道具用も取ったなって話になるけどね。そっか、秘宝を横取りするつもりだったんだね。よし、俺の推理いてもいいか。ああ、このタイミングで推理いってもいいかって言われたら多分それ推理間違ってると思うけど、まあ言ってみ。よいちくん。よいちが意見を言いたそうにしています。上の画像をタップして話を聞いてみましょう。はい。犯人はもうわかるだろう。え、なんで、え、そんな情報あったか。俺の話を聞け。天道言うと、お前が犯人だろ。は？あー、ランキングの点数ですか。あ、点数のこと覚えてなかったけど。ああ、お前だけ240点なんて不自然。秘宝がないとこうはならねえ。アホだったんじゃ。覚えてなかった、ごめんな。あ、でも200点入っとんやな。秘宝手に入れて200点になっとるみたいな感じになっとるんじゃ。言うと、お前はレイカーたちから秘宝を横取りしたんだ。あの時、まあ、アンも巻き込んで死なせちまった。そうなんだろう。ああ、そんなこと。秘宝は盗んでないよ。拾ったんだ。ああ、なんかこれはちょっとさ、信憑性あるっていうかさ、なくはないっていうか。そうはな、とっさにあの判断でさ、秘宝どころじゃなくなったったけんさ、その間に拾ったって言われたら確かにそうかもしれない。何？え？だからいくら探しても見つからなかったんだ。騒ぎを聞きつけてホールに行ったらいいものが落ちてさ、だから拾った。絵付きの怪我がどうとかで気づかなかったあんたらが悪いでしょ。人の弟が危ない時に宝を取るなんて、あんちゃんだって死んじゃったんだよ。あんたにとっては弟でも僕的には赤の他人なんですけど。わあ、中学生でこの態度。みんなこんな中学生になっちゃダメだよ。そうかもしれないけど、僕はユウド君の気持ちちょっとだけわからなくはないよ。あの時イツキ君に触れた乙女さんやサヤさん、ヨイチ君でレイカちゃん以外は何が起きていたかよくわからないんだよね。まあそりゃそうかもしれんな。でもユウド君も考えて話さないと。人が反対するときは言い方が気に入らないときなんだから。はいはい、やだね。じいさんは説教臭くって。だいたいさ、僕よりメアの方がハニーっぽくない。メアちゃんが、なんで、何が言いたいの。知らない人のためにもここで明かしておくよ。メアはトランプを操るスキルの持ち主だ。鉄も切れる威力があるんだよ。ああ、まあそりゃそうか。そうやけどさ、鎖の切り方の問題があったような、確か。引きちぎったみたいな感じのこと言おうとなかったっけ。だけどズパッと切れとったら確かにメアちゃんの可能性が高いんやけど、引きちぎっただったらその断面の様子で証拠があったはずやけん、それぶつければいけると思う。メアなら照明を支えてた鎖を切断することができるでしょ。
メアはタイミングを図って鎖を切り、照明を落としたんだ。なあ、確かに神殿に酸っぱい切られた矢がありました。あれはメアさんの仕業だったんですね。確かに矢は落としたけど、私人殺しだってしてない。あんたの主張は関係ない。あの事件を起こせるって事実が重要なのさ。メア、まさかな。おーっと、この二人の対立になってきた。違う、私はやってない。潔く諦めて認めたら。違うったら違うの。またヒートアップしてる。ロードロック来た。タイミング分かってるよ。通報会議では3回間違えるとゲームオーバーになります。1回も間違えずに会議を終えると信頼ポイントを得られるので頑張ってください。了解。切ってないっていう証拠だろ。落下時間はどう説明するの。別の方法で誰かが。メアさんが怪しいと。これはな、でもどう考えてもこれだろ。鎖を切断してないんやけど、言うんやけど、鎖の壊れ方が引きちぎられたように壊れとった。つまり切断ではない。これだ。サクセス。ユウト君、そうじゃないよ。鎖はちぎれたような壊れ方だったの。アリスのスキルを使ったのなら、断面、切断面はもっと綺麗なはず。あんな風にはならない。え、はい、ユウト君。現場見てませんね。現場見て見ずに推測だけで話してますね、あなた。探偵失格ですね。それに、メアさんは俺たちの前で自分のスキルを見せてしまっていた。それなのに、こんなことをしたらすぐに犯人だって特定されちゃうよ。確かにな。そんなバカな真似しないよね、メアさん。いい君、そうだよ、そうだよ。あ、でもあんまり頭良さそうでは思えんな、この感じ。どっちかって言ったら芸能界ではおバカキャラで通してそうな感じだもんな。悪いな、メア。あんなあさり疑っちまって。ノープロだよ。疑いが入ったなら何でもいいよ。ノープロってなんすか。ワープロの間違いじゃないですか。メアちゃん、よかった。でも、鎖はどうやって壊されたの？鎖を壊す方法でしょ？それなら私にいい考えがあるよ。鎖を壊すスキルなんてあれしかないだろう。なんだ？この考え方はどうかな？3人の意見が一遍に。ああ、この3人から正しいものを一つ選びみたいな感じか。鎖の壊し方の、なんか、あれに近いもんなんだろうなって。ハンマー。ガラスの粉がついていた。ガラスの粉か。ハンマーを何かに使ったのわかるな。正面の破損。落ちたグラスの穴が開いて中に水が溜まっていった。あ、水を溜めて、中に水溜めて重くしたら、ちょっとずつみたいな感じなのかな。で、ポリタンクの水が減っていったって言おったな。減っていったから空だったって言おったな。うん。太一くん、よい、太一くんじゃないわ。よいちくんから見よう。鎖を爆破したんだ。火を出すスキルがあるなら、爆破するスキルだってあるかもしれない。どうだろうね。そんな物騒なスキルあってたまるかって思うけどね。だから犯人は爆破スキルを持っていたやつだ。うん。それは、まあ、すぐにこれだって言えるようなもんではないな。メアちゃん、君の意見は？鎖を腐らせたんだよ。君すごい腐らせるという言葉を使うんだね。普通、鎖が壊るのって錆びてボロボロになったりしてた時でしょ。確か英雄ゲームって時間を操れるキャラがいたし、犯人はそういうスキルを持ってて鎖をクルクルさせたんだろう。難しいところ。みんな犯人は鎖を壊したと考えてるみたいだけど、照明の重さを変えた可能性があるんじゃないかな。これだ。水を中に溜め込んで重くしてっていう案じゃないかな。え、そりゃあそうだろう。鎖が怖いだから照明が落ちたに決まってるじゃねえか。うんうん。あ、鎖をぶっちーって力任せにやったとか。そういう思い込みは視界を狭くしているよ。ちょっと小バカにしているような感じの言い方だな。他の方法があるって意味？うん、姉さんなら
もう分かるよね。あれ、えつき、私分からない。ちょっと白を聞いてみよう。え、正解への道を導いてみて。そんなの私にできるか、自分でやれや。思いついただ自分でやればいいのに、なんでレイカちゃんに任せるのか。それは主人公だからだよ。大丈夫、情報は出揃ってる。俺は姉さんを信じてるよ。姉さんならきっとできるさ。わ、わかった、やってみる。主人公の責務な。これルートチョイス、パチパチ。最初から考えよう。落ちた照明におかしなところはなかったが、穴が開いてましたね。正解。こんな感じで、あー、ちょっと解きやすい感じの問題になったんやな、システムが。そうだ、割れて穴が開いているところがあった。そして穴を覗いたとき、あることに気づいた。それは水が溜まっていた。そうだよ、水が溜まっていたんだ。でもあの水は一体何のために入っていたのだろう。照明を落とすため、光を反射、光の反射関係ないわ、照明です、落とすためですね。そう、犯人が照明を重くして私たちの上に落とすため。これで最後だ。犯人はどうやって照明の中を満たす水を調達したんだろう。施設内であったんよな、ポリタンク、20リッターのポリタンク2つ。あ、違うの。え、スキルで水、うん、あー、そうか、待てよ、施設内で調達したって言ってもポリタンクはあれか、長いこと水が入ってなかったって言ったな、ミスったわ。そうじゃ、そうか、ここでスキル出てきたんじゃ。あの照明を落とすほどの量の水、施設の中では調達できない。いつきは火を出すスキルだ。似たようなスキルが他にあってもおかしくない。犯人がどんな人間か、道が見えた。犯人は私たちがホールで揉めてた時、バルコニーにいたんだよ。そして照明に手を伸ばしてグラスを割ることで穴を開けた。そしてその穴から水を入れたんだ。水が中に入った照明は重くなる。耐えきれずに鎖がちぎれ、私たちの上に落ちた。そんなに容量、そんなに重さになるんだな、水の中に入れたら。そんだけ中の容量が多かったんか。にしたって鎖ってちぎれるもんなんかなってちょっと思ってしまうところがあるけど、まあいいや。グーム、そういう時もあるわなーって。そういう時もあるわなーって精神で見ときますわ。犯人に直接鎖を壊すスキルはなくても、これなら照明を落とすことができるんだよ。ズドーラバー。あ、そのズドーラバーってどういう意味ですかね。ロシア語かな。確かに水は重いし、鎖が切れても仕方ないね。犯人は照明を落とせるくらいの水を用意できたということですか。そう。多分、水を埋めるスキルなんだよ。じゃあ、みんなのスキルが分かればいいね。今、英雄が明らかなのは、メアさん、いつきさん、そして私。残りの5人の中に、水を埋むスキルの持ち主、犯人がいるということですね。じゃあ、こうしよう。自分が犯人じゃないという人は、デバイスを見せて、英雄とスキルを公表してみよう。うわぁ、犯人を問い詰めている。もうなんか刑事物とか推理物ではよくあるパターンのやつですね。来たよ、いつき。みんながこの提案に乗るとは思えないよ。やるわけないでしょ、みすみす不利な立場になれっていうの。でもここで黙っていたら犯人だと思われるのではないでしょうか。犯人扱いよりスキルを明かした方がマシでしょ。こいつ自分がスキルバレてるからって余裕かよ。できないの。じゃあ君が犯人。いつき、それは言い過ぎ。いえ、全員がスキルを明かす必要はないと思います。ん、あー、なんかその場にいなかった人からみたいな話を言いたいんかな。だって誰よりも怪しい人がこの中にいるんですから。え、そんな人いたの。誰なのですか、それは。3、リオンさんです。え、なんでだろう。
ちょっと今はわからないけど、俺乙女さんなんで。私見たんです、リオンさんが運営と密会しているところを。わあ、これもデスゲームあるあるですね。参加者の中に運営の人と結託している人がいるっていうのはちょっとあるあるの一つですね。なんかこのゲームでもそのあるあるを用意してきましたね。マジで密会してたの。え、全員凍りついたように動かなかった。リオンさんもいつもの柔和な笑みが消えている。リオンさんが運営と宝の剣で口論した後、私は施設内を調べていたんです。神殿に行ったら運営とリオンさんが中で話していて、思わず私隠れて聞き耳を。そしたら断片的にですけど会話が聞こえたんですよ。すげえなあんた、そんなこと聞いてたんかお前。ナイスデカチチ。殺すとか狂気なんて言葉が。狂気、やったー、この人狂気持ってたわ。そういえばただ拾っただけかもしれんけど狂気持ってたわ。それ持ってサイコパスの顔しとったわ。リオンさん、それがお前のやり方か。その言葉を聞いたとき、私は予感がした。私の持つ情報と重なれば合わせれば答えが出てしまうような、そんな気がしたのだ。わ、組み合わせる感じのやつ。上下の矢印でキーワードを選び、リオンの密会に合う情報を選んだら合成ボタンを押してみましょう。合成ってお前モンスター同士の合成みたいな神々みたいな話なんやけどなお前。